それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは今のあなたへ伝えたいことです。カードからのメッセージをお受け取りください。では早速見ていきましょう。そうですね、まずはオラクルカードルノルマンカードからテーマもらっていきます。テーマをもらっていった後に、ケルト十字使ってタロットカードを使いながらメッセージをもらっていきます。まずは現在のあなたへ、まず一番最初に伝えたいことをもらっていきます。はい、こちらスターシードのカードですね。そしてルノルマンからも1枚もらっていきましょう。そうですね、今のあなたは自分自身のこと、周りとの境界線について考えていたり、周りとの違いですね、あとは自分自身をなかなか受け入れられないとか、どう表現していったらいいんだろう、周りとは違うんじゃないかとか、そのようなお悩み持っているかもしれない。羽ばたいていきたい、新しい世界へと飛び立っていきたい気持ちもある、挑戦したいこともあるんじゃないかな。それは人とつながることかもしれませんし、あなた自身が今自分を試すために新しい可能性へ向けて挑戦したいこともあるんじゃないかなと思うんです。勇気を持って大きなことにチャレンジしたい、そんな気持ちが伝わってきます。だけども今の状況から抜け出すためには勇気が必要とか、まだ揃わないものがあるってご自身の中で感じているようにも思います。人と自分が違うんじゃないかってことで悩んでいる人もいるだろうし、またその違いを受け入れて、それを生かしてね、才能として、それはあなたの才能だからっていうふうにカードがね言ってるんですよ。だから自信を持って自分を受け入れて、その人とは違うって言われてるかもしれないんだけど、それを才能として発揮できるような場所が今やってくるから、そこであなたは自分の才能を生かしていってねっていうようなメッセージが入ってきています。コウノトリも幸運を運んできてくれる生き物、そしてラッキーチャンスやあなたが移動することによって幸せをつかみ取ることができる、そんなメッセージが入っています。周りと自分が違うっていうところに悩まずね、自分は自分でいいんだっていうふうに思いながらやっていかれるといいんじゃないかなっていうのも伝わってきます。ではこのままケルト十字を使っていきながら見ていきましょう。ね、その仲間が欲しいとか、話せる相手が欲しい、本音でじっくりと話し合いたい、そんなつながりを求めている人もいれば、いやそこじゃなくて、自分はその一人でもいいから自分の特技や才能を生かして自分の世界を作り上げていきたい、そんな風に思っている方もいらっしゃると思います。もう少しカードからのメッセージ深掘りでもらっていきましょう。あなたの深層心理見ていきながら、これからどんな流れになっていくのかメッセージをください。はい、ではまたシャドウキャットより、深掘りでカードをもらっていこうと思います。そうですね、今のあなたの考えていること、心の中っていうのもざわついているなっていうのが出てきています。自分はこれだけ頑張ったのにとか、誰かのために尽くしたのに、こんなに愛したのにとか、頑張ってみたのっていう風なね、そんなあなたの声っていうのが聞こえてきます。頑張ってみた、できる限りのことをやってみたんだけどうまくいかなかったとか、自分の力ではどうしようもならないような出来事が起きた、そんなあなたの声が入ってきています。もう少し深掘りでもらっていきます。はい、もう少しねもらっていきましょう。そうですね、そしてあとは
今回多めに、カードを足してみています。ではね、ここからカードからのメッセージもらっていきましょう。今あなたに伝えたいこと、そうですね、今うまくいかないことっていうのはどこにあるんだろうか。先ほどもお伝えしました、自分で頑張ったって、もうやりきったんだっていう方もいると思うし、周りの方々に一生懸命気使ったんだとか、気遣い屋さんですね、あなたが。そして自分でもやっぱりね、新しい世界に挑戦しようとか最近あったんじゃないかな。心の変化、環境の変化っていうのもあると思うし、何か行動に起こそうと思った、それは自分にとってプラスになる方向へ動いてみようって思って頑張ったっていうのがね、とても入ってきています。本当に頑張ったねって。でもね、うまくいかないなっていうふうに思ってがっかりした気持ちや、自分で抗えなかったことですよね。タワーのカードが入っていて、大丈夫って、なんとかね乗り切っていこうって思ったんだけど、自分の力不足なんじゃないかって思わないでね。これはあなたを成長させてくれるための出来事だった。今はそういうふうに考えられないかもしれないけど、これはゆくゆくあなたの未来を照らしてくれるものになるだろう。今は真っ暗な気持ち、ネガティブな気持ちっていうところが大きいかもしれない。焦りや動揺、不安っていうところもね、見えています。ですが、これを乗り切って、これがあったから、あの時こういうことがあったから、より良い未来を作り上げることができたんだって、後からね、振り返って考えて感じることができるから、そうですね、今はまずは、今の痛み、状況、変化、対応しきれなかったことや、頑張ったけど報われなかったこと、うまく進まなかったことについて、自分自身責めすぎずに、そして、今はね、でもね、やっぱり落ち込んじゃうかなっていうのは入ってくる。だから、落ち込んでもいい、落ちるところまで落ちてもいい。でもそこまで落ちたら、もうそれ以上落ちることないから、あとはあなたの気持ちが徐々に上がっていくので、そのタイミングで、振り返った時に、あの時はすごく痛い思いしたけど、だけど自分がそれでもね、どんな結果になっても自分でやってみようって、勇気出してやってみようって思えたことってすごいことだったんだって後からになって思うって出てきています。だから今は無理して、そんな意識的にね、自分頑張ったんだとか、ね、後から良くなるとか、無理してポジティブになろうとしなくてもいいよ、というようなメッセージが出てきています。そうですね、対立のカードは出ていないけど、周りの方々に対してとても気を使っている、好きなお相手かもしれないですよね。ボラバーズとかも出てきているので、人とのつながりっていうところでやはり境界線を感じていたり、孤独感を感じていたり、または好きなお相手と手を取り合えていない現状があるから、自分はこう一生懸命アプローチしたんだけど、うまくいくって信じていたんだけど、今の現状伴ってこないっていうところが出てきてるのかなとも思います。ね、そのお相手に期待する分のものが返ってきていない現状とか、ね、好きなお相手だけじゃなくて、自分が今頑張っていること、愛情を注いでることですね、夢中になっていることや情熱を傾けていることが、思った以上に成果が出てこないとか評価されないっていうのが伝わってきます。でもあなたの中でも、もう見えていると思う。大丈夫って、ここまで落ちたらあと上がっていくだけなんだとか、うまくいかないことがあっても徐々に気持ちが軽やかになるだろうって、どこか自分の中でも希望の光っていうのが残っている状態、完全になくなってしまったところがあったかもしれない、だけどそこから今盛り上がろうとしているところ、そうだよね、期待通りいかなかったけど、全てがね100点満点じゃなかったけど、自分でも一生懸命頑張ったし、そんな時もあるよねって、すごくひどく傷ついたし落ち込んだって、だけどいつまでもそこにいるわけにはいかない、私は今やはりこの軽やかにね飛び立っていこうっていう気持ちの方がとても大きい、そんな風に感じます。じゃあこの後カードからのメッセージお伝えしていきましょう。
今あなたが頑張っていることっていうのは報われていきます。自分の痛みを経験として残してください。忘れようと思っても忘れられないようなこともあるでしょう。今までの流れを見てきて、失敗したことや成功したことをすべて自分の経験として心に刻んでいきましょう。すべてはね、自分自身のためにあなたの人生っていうのがあるんだっていうことをカードが伝えてきてくれています。誰かに振り回されるような人生ではない。あなたの人生はあなたが自分で決めて自分で進んでいく。時には周りのサポートっていうのもあなたは必要にするでしょう。自分一人でやっていこうっていう気持ちよりは、誰かと共に歩む人生や誰かと支え合って進んでいくことっていうのをあなたは願っていると思います。とても優しい方だし、相手の気持ちを汲み取るのも上手な方です。あなたのこれは天性の才能とも言えるでしょう。人とのつながりやコミュニケーション、そして人脈を広げていくことも好きだと思う。なので周りと違うっていうね、自分の認識があって、だからといってね、孤独が好きなわけじゃなくて、だけど周りの人とつながっていきたいとか、人のぬくもりをの求めている。人のぬくもりっていうのは、あなたが決して孤独なわけではなくて、周りに人がたくさんいるのが好きなんじゃないかなって。もともとはコミュニケーションをするのが好きとか、一人でいるジオリだったらみんなでワイワイしたいとか、楽しいねっていう気持ちをみんなでこう分かち合いたい。だけどその中で好き嫌いとか、この人だけは苦手とか、そういうね、崩れるようなことは好きじゃないんですよ。みんなが仲良くしていられるような世界っていうのを願っているので、それがね、輪が乱れるようなことになるんだったらひどく傷つくし、だったら一人の方がいいかなって思う時もあるだろうし、うまくいくようにって頑張ってやってきたこともある。周りがうまくいかない、整わないとかね、そういうこともあったでしょう。でもあなたが本当に求めているものっていうのは、自分自身の明るい未来と周りとのつながりっていうところなんじゃないかなと思うんですね。すごく優しいなっていうふうに思いました。どこかで束縛感というか縛られている、それはそのルール的なものではなくて、周りのことを考えて自分を少し抑えていたり、自分らしくいられないというか、自分らしく全てね、押し出そうとせずにね、どこかセーブしているところもあったかも。本音のところで言えば、もう少し軽やかに自由にやっていきたいなっていうふうに思っているところもあると思うんですね。じゃあそれがこれからその思う通りに進んでいくのか、やっていけるのかっていうところで、カードからのメッセージもらっていきましょう。そのやっていけるって流れは、良い方向に流れていくし、あなたが求めている通りに未来が流れていくっていうのは出てきています。周りからのサポートもあるでしょう。中にはね、好き嫌いで別れたりとかするかもしれない。あなたがみんなうまくいけばいいのになって思ってるけど、他の人から見たらね、そうじゃないかもしれない。それは受け入れているはずです。あなたも価値観の違いだったりとか、みんながみんな平和でいられるわけないよなっていうのは分かってると思うし、好きなお相手とうまくいかない日もあるよねとか、仲いい日もあるよねっていうふうに思っているところ、俯瞰的に見られていると思うから、そこ大丈夫です。それを踏まえた上で、じゃあ自分がこういうふうにやっていきたい、みんなとうまくやっていきたいんだとか、好きなお相手といつも一緒にいたいんだって、この気持ち、じゃあどうすればいいの、どこにどうやって吐き出していけばいいのっていうのがポイントなんじゃないかなって思うんですね。遠慮しなくても大丈夫ですよ。今以上に遠慮っていうところを外して、あなたならできると思います。意識しなくてもちょっとガードを外すと、あなたらしさっていうのがもう少しみんなの方に伝わっていくので、何かこうしなきゃああしなきゃとかではなくて、少しほんの少しの気づきがあれば、もっとこう自由に自分らしくやっていける未来っていうのが出てきています。求めている通りにね、流れていく可能性があるから、あとはあなたがそれにどう気づいていけるのかなっていうところだよっていうふうにカードが教えてきてくれています。
そして人とのつながりはここは必須になってくると思いますし、周りからのサポートっていうのがあるんですね。こう誰かに支配されていて苦しい、息苦しい思いをしているっていう方は、その対象の方からあなたが離れることによって楽になるっていうメッセージ、そしていや対象の人がいない、私を縛りつけてくるような圧をかけてくるような人がいなくて、私はみんなと一緒に楽しくやりたいし、人脈広げていきたい、夢目標に向かって頑張りたいんだっていう方がもし今いればね、新しいこと挑戦したいと思ってるって方がいれば、それを応援してくれる大きなパワーを持った支援者が現れるよっていうのがね、もう出てきています。その周りからのサポートやご縁ですね、人脈っていうところ、お誘いもあるよっていうふうに言われてるので、お誘い乗っていきましょう。あまりこのお誘いどうかな、こうかなっていうふうに思う時が多分やってくるんだと思います、近い未来ね。分かりやすく例えていきましょう。人を選んでくださいっていうのが出てるんです。強力なサポーターもいるでしょう。で、中にはいやこの誘いどうかなって、結局のところ自分にとって利益になるのか損するのかっていうところをしっかりと見抜いていきましょう。そしてチャンスはやってくるから、どのチャンスを掴んでいくのかとか、中にはね、ここですね、中には本当にこの稲妻のように衝撃を受けるような事実を知らされるようなこともあるし、お誘い乗ってみたら損することもあるようなお誘い、誘惑というか、いろんなお誘いがあるから、その中でね、全てを本当は信じたい、全てのお誘いに乗っていきたいし、できる限りのことは自分はしたいんだっていうあなたのお気持ちは本当に出てきているんですけど、これから先自分の中で選択していかなきゃいけないんだって、何を取って何を取らないでっていうところで、しっかりと見抜く力、相手の気持ち、自分の気持ちもそうだし、情に流されないとか、その方がいいご縁だけが残って、あなたにとって不要なものはこれから離れていくだろうって、離れてしまったご縁とかに対してはいろいろ考える必要ない、私が悪かったんじゃないかとか、あの時お誘いに乗っていたらよかったのかなとか、お声がけしてくれたけどとか、そこに責任感を感じたりしなくてもいい、あなたのことを利用して近づいてくる人もいるだろうって、それを跳ねのけていきましょう。じゃあどうすればいいのかって言ったら、あなたはその見抜く力っていうのをこれから養っていくんだ。あと強力なサポーターがいると思う、夢目標とか今新しい世界に行きたいっていうあなたに対して頑張れって応援してくれる人がいると思うので、その人と一緒にやっていくとか、あとその嫌だなって思ってる人とか、これちょっと怪しいんじゃないかっていう時に、その強力なサポーターの方に相談してアドバイスをもらうっていうこともいいでしょう。はい、その常に周りはあなたのことを応援してくれる人がいます。絶対的な存在っていうのがいるので、信頼のおける人っていうところですね。そしてあなたが今新しいことにチャレンジするとか、人脈を広げるとか、人とのつながりを大切にしたい、そんな思える大切な誰かがいるのであれば、その方とのご縁を紡いでくれるような強力な方です。はい、その方の特徴をね、もう少しもらっていこうかなと思いますね。些細なことの変化に気がつくようにっていうカードからのメッセージは入ってきています。もう少し未来ね、気分が楽になるでしょう。今まで優しすぎて人に利用されることが多かったりとか、逆に線引かれることもあったんじゃないかなって、今までずっと生きてきた中で、その中で苦しいなって思うこともあっただろうって、今度からはそれを外してもっと楽にやれる生き方っていうか、選択していける生き方っていうのが出てくるかなと思います。そう、そしてこの方の特徴ですね、まず注目度の高い方なので、そうですね、人気者、会社やあなたのチーム、コミュニティの中で人気のある方、人からの注目が集まりやすい方、人前に立って何かね、お話をしていたり物事を教えている方かもしれないですね。このスター性のある方
っていうのと、あと少し距離がある方かもしれない、あなたにとって憧れ的な存在、目上の方っていう可能性もありますね。今はプライベートとしてそんなに密接的に距離は近くないんだけどっていう方かもしれないですね。その憧れの方からのインスピレーションがあなたに降りてくるのかもしれない。距離としてはすごく遠い芸能人かもしれない。でもその芸能人の方が発した言葉によってあなたがピンと何かを受け取るのかもしれないですね。絶対的に安心感をあなたが感じる方だから不動なんですよね。推し様かもしれないですよね。近くにはいないけどもこの人を見ているとあなたの気持ちが落ち着くとか癒されるとか、指標にしている方、目標にしている方かもしれない。あなたにとっては不動の立場にいらっしゃる方、輝いている方っていうのがあります。この方がね、キーパーソンじゃないかなと思いますね。その方からのインスピレーション、インスパイアされるか、または身近にいる目上の方とか、注目が集まっているような人気のある方、華やかな方から、あなたがご縁、ご紹介をいただくとか、良いご縁ですね、この方から運ばれてくるものは。それ以外のところから入ってくるご縁っていうのは、あなたはこれから見抜く力っていうのがより成長して見抜きやすくなるだろうって、今まで誰かにこう、そうですね、お誘いに乗って自分が損したことあるんじゃないんですかって、そんな過去あったんじゃないんですかっていうのが入ってきてるんですね。それを乗り越えて自分自身の成長ですね、していきますよって。あなた自身もお誘いがたくさんある方なので、注目が集まりやすい方、目立つ方、華やかな方、そうですね、人気のある方だと思います。だからこうやって周りから人が集まってきたり、いろんなお誘いが入ってくる中、あなたが自分で選ぶんですよね。どの道を行こうかなとか、どのお誘いに乗っていったらいいのかなっていうふうに思うということは、お誘いがたくさんあるということは、あなたがもともと人脈が広い方だったり、人付き合いっていうのが交流な、盛んな方なんじゃないかなって思ったんですね。ただ優しすぎるがあまりに、決めきれないとか流されちゃうっていうところが今まであったのかなとも思いました。もう少しね、最後にね、メッセージ、そしてラッキーカラー、そしてアドバイスもらっていきましょう。でルノルマンもね、もらっていきます。あ、船のカードね、前向きに、物事はやはりね、成功の方へ流れていく、願い、夢、目標、叶っていく、少し時間がかかるかもしれない。海に出ていくからね、後悔していくので長い旅路になるだろう。でもそれは前向きなものであって、前進していく、前に流れていくものだから、この流れに乗っていく、行きましょう。どこかで自分の中でブレーキかけていたりとか、もうこれ以上流れていかないんじゃないかって思っている現状があった、またはね、その障害があったとしても、それは流れとともに乗り越えていけるだろう、自分も成長していけるだろうっていうね、そんなメッセージが入ってきています。はい、そしてラッキーカラーももらっていきましょう。カラーカードから。よりありのままで、ありのままの自分でいられるようになっていくでしょう。ね、それはね、選択がうまくなるんだと思います。選ぶことですね。すごく情に熱い方だから、優しさのあまりね、断れないとかあったと思うんですよ。ラッキーカラーももらっていきましょう。ウォーターメロン、スイカ、インナーチャイルドと一緒に楽しむ、心の中の自分、心から自分が楽しいって思えるようになるし、そうなれるようなことしていこう。ラッキーカラーはスイカの色ですね。ここに赤いスイカが描かれているので、ラッキーカラーは赤がいいんじゃないかなと思います。鮮やかな赤色ですね。そしてこちらの、スイカ色、このカードからのメッセージをもらっていきます。このウォーターメロンの色は柔らかさと優しさ、思いやりを持っている色です。愛情、自己受容、親切心をもたらしてくれます。ウォーターメロンの持つ楽しさのスピリットが、自尊心が低く孤独と悲しみに苦しむ人々のインナーチャイルドに働きかけます。つまりはあなたの心に働きかけていきますね。自分のことを認めづらい、受け入れづらい、自己評価が低い、または今悲しい気持ちに苦しんでいる、そんなあなたの心の中を映し出しているのかもしれません。
このウォーターメロンの色は寛容さと癒し、理解力を促します。あなたの喜びに満ちた遊び心のある性質を目覚めさせるでしょう。はい、というメッセージで、ぜひね、このみずみずしい赤色っていうのをラッキーカラーとして取り入れてください。いいですね、とてもね、みずみずしいね、流れっていうのが出てきてるし、あとここね、美しいものに囲まれましょうっていうメッセージなんですね。あなたのお気に入りのもの、もしくはね、いいなとか美しいな、綺麗だなっていうような思うようなもの、インテリアでもいいし、色合いでもいい、自分の身の回り、そうですね、お友達でもいいし、一緒にいて楽しいなって思える人たちと一緒にいるとか、集まって招待してホームパーティーをしたり、楽しい場所へ出かけるのもいいでしょう。楽しいバカンスを過ごすっていうのもいいと思いますし、もう自分の身の回り好きなもので囲んでてっていう、そんなメッセージもある。自分のテンションが上がって運気アップしていくだろうっていうメッセージも入ってきています。そしてあとはメッセージカードですね。こちらからも最後に背中を押してくれるメッセージもらっていきましょう。こちらから2枚もらっていきます、ね、もう自分の好きなものや綺麗だな、美しいなと思うもの、たくさんも買い込んで囲んでいきましょう。好きなものに囲まれて暮らす。そしたらもう悲しいこととか苦しいこととか、もう考えなくてもいいもの、周りに気を使いすぎてしまってとか、そういうこともね、吹き飛んでいくでしょう。もっとね、自分に、なんていうのかな、注目するというか、自分中心になってもいいんだよっていうことを教えてきてくれるかなと思います。では最後に背中を押してくれるメッセージもらっていきましょう。愛はあなたの先生だ。愛から学ぶことがあるだろう。そしてあなたは宇宙からの導き、これなんかこうタイミングだったり偶然って思えるかもしれないとか、不思議な体験かもしれないし、こう自然の流れですよね。このままの流れ、未来というものを信頼してください。そしてあなたが知る必要のあるものすべてが完璧な時に完璧な場所で明らかになる。それを信じてください。すべては起こるべき時に、起こるべきタイミングで、しかるべき場所で起きます。それはあなたが意図しなくても、意図しない場所でとか、そうですね、こうしたからこうなったとかではなくて、すべてはね、偶然は必然と言いますか、すべては流れのままに物事は進んでいく。それは後々からになって、それがあったから今があったのかもしれないって思えるようなことなんだと思います。そして深く気にかけている人のことを考えてみましょう。もっと優しさと愛にあふれた関係にするにはどうすればいいのか、そう教えてくれるように愛にお願い事をしてみましょう。願ってみましょう。このね、愛を教えてくれる人がいるんじゃないかなと思うんですね。愛っていうのは好きな人とか恋愛感情だけではなくて、あなたの心の中に癒しや充実感だったり、満たしてくれるもの、そんな気持ちや、そうですね、道しるべになるようなことを教えてくれるような方だと思います。その方にね、お願いしてみましょう。甘えてみるのもいいかもしれません。近くにこう頼れる人がいるとか、もう本当にあなたのパートナーかもしれないし、好きなお相手かもしれない、その方があなたを応援してくれてるっていうのを感じてるんだったら、もうその方だと思うので、その方にもっと甘えてもいいんだよっていうカードからのメッセージです。すべては起こるべき時に、しかるべき場所で物事は流れていきます。これをぜひね、お受け取りください。そしてお選びいただいたこちらのオラクルカードです。そうですね、ラプソディー、これは真実を表すカードです。今あなた自身が本当のことを見抜いて、聞いて、話す、伝えていく、そんなメッセージが込められています。ここは最後のところ、カードからのメッセージとして、あなた自身の、選択ね、気持ちの切り替えと選択がうまくできるようになって、物事も見抜いていく力っていうのが養われていくだろうっていうメッセージとともに、その自分自身で誠実に向き合っていくことで、そして相手や自分自身を理解しようっていう思う気持ちね、これが養われていくことによって、あなたはより一層自分の本音を語りやすくなっていくんだっていう意味のあるカードです。
なので、今あなたに必要なことっていうのは、無理に自分を押し出していくことじゃなくて、自分が本当に今何をしたいのかって願っていることと、そうなっていない現実でこうどうしよう、そしていろんな誘いもあって誰を信じていいかわからないっていうような状況から、物事がすっきりと整理されていって、より自分の心が楽しいようなことがこの未来ね流れていきますって、そんなカードからのメッセージでした。今回は今のあなたへ伝えたいことというのをテーマにお届けしていきました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今のあなたへ伝えたいこと、カードからのメッセージをお届けしていきます。よろしくお願いします。では、オラクルカード、ルヌルマンカードを使って、今あなたの状況、コンディションというところをもらっていく、そしてその後にタロットカードを使って、カードからのメッセージをお届けしていきます。最後にラッキーカラーとメッセージをつけてお届けしていきます。では、早速見ていきます。はい、そうですね、そっか、自分がここを今やろうと思っていることの理由を求めていたりとか、何のためにやっているんだろうとか、もう少しタロットから深掘りでもらっていくともっと見えてくると思うんですが、今自分自身のテーマを求めているとか、あとは先ほどもお伝えしたように理由ですね、何かについて答えを求めていたり、違いについて考えていたり、その好きな人と自分の気持ちの違いについて考えているとか、 A と B とか、自分とは違うとか、自分は何のためにこれをやってるんだろうとか、何のために今仕事してるんだろうとかね、この理由っていうのが今強く入ってきます。そしてシップのカードですね、無知のカードが入っています。そうですね、この無知か、中には対立とか、あとそうですね、その自分自身に対してこう自分の使命ですよね、課題とか宿命とか使命についてっていうのを深く考えていらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。中にはこう時にはね、自分のことを厳しく見ていたりとか、物事について深く、見て、この人はなんでそんなことを思ってそう発言したのかなとか、どう思ってそんな行動に移したんだろうとか、何を思ってそんな結果にしたんだろうとか、何か知りたいことがあるとか、理由、意味とかですね、そのあたりについて今あなたが疑問に思っている、感じている、テーマとしているんじゃないかなっていうのが伝わってきます。では続いてタロットカードを使って見ていきましょう。そうですね、プレアです。そうですね、自分にとっての宿命、課題とかね、そんなことをテーマにして今思ってらっしゃる、リーディングを見ている方が多いのかなというのを感じますね。あとはカードからの今後の流れ、メッセージ、あなたに伝えたいこととして今もらっていきましょう。こうあなたの意思や心に働きかけるようなメッセージが出てきそうですね。ではタロットカード、補足で、シャドウキャットのカードを出しているので深く見ていきましょう。カードからのメッセージです。今このタロットカード並びを見ていて感じるのは、愛、テーマは愛っていうのが入ってきます。自分の生涯を捧げられるようなお相手、捧げたいと思うような方、もうすでにいらっしゃるのではないかなっていうのが
入りました。または求めているっていう方もねいると思います。愛について考えています、深く。そうですね、本当は育んでいきたい愛情、豊かにしていきたい愛情、寄り添っていきたい愛情ありますね。だけどそれを測っているんですね。やはりどこかであなたが疑問を感じていたり、なぜこれはこうなんだろうかとか、果たして自分にできるんだろうかっていうね、自分自身に対してジャッジしている方もいるでしょうし、お相手や周りの環境に対して、いやそれってどうなんだろうとか、なぜそういう行動を起こしたのかなとか、なぜねこの人または周りの人たちはこうなんだろうっていう疑問を感じているっていう、そのテーマとしては愛です。多分それは自分自身が育んでいきたい愛情なので、愛し愛されるような関係とか、今その愛情において不満足、不平等とか不公平っていうのが入ってくる。で、あとは一部の方かもしれない、お相手と喧嘩しちゃって距離があるとか、今離れているっていう方、お別れしてしまったとかっていう方もねいるかもしれないなと思ったんですね。ぶつかり合いによって離れちゃって、そしてじゃあ本当の愛っていうのはこの人じゃないのかなとかね、自分とこの人は違ったんだろうかとか、そういうところを考えている方もいるかもしれないですね。これは見ている方によって変わってくるかもしれないんですけど、愛っていうのをテーマにして、でその人と一緒に寄り添っていけるかどうかっていうことで悩んでる人や、自分の本当にね愛し愛し合える存在ってどこにいるんだろうってことで求めている方もいるでしょうし、今お別れしてしまって離れてしまった相手に対して、あの人は今どう思ってるんだろうとか、あの人と私はこれから先またご縁が巡ってくるんだろうかとか、うまくね気持ちの切り替えができないっていうあなたの現状が入ってくるんです。また同じね、再びこうやって寄り添っていける未来に流れていってほしいなっていう願いがあるので、ただそれに対して不安っていうのが出てきています。自分でいいんだろうかとか、お相手にとって自分でいいんだろうかとかね、あとは自分とお相手って釣り合い取れてるのかな、愛し愛されてっていう、その愛情のかけ具合だったり、それじゃないところで計りにかけてる方もいるかもしれない。お相手にとって自分は釣り合わないんじゃないか、自信がないとか、そういうふうに感じているんだけど、心の中っていうのはじゃあどうなのかって言ったら、本当はこの愛情を大切にして育んでいきたいんですよね。結婚したいとかっていうのが入ってくるんですけど、まあ、そのそうですね、結婚だけにとらわれずにね、その生涯寄り添っていきたいんだっていうのが入ってくるんですよね。愛情、家庭を作りたいっていうのが入ってくるんですけど、このお相手と一緒にね末永くやっていきたいっていうことをですね、自分が愛を求めていて、まだパートナーに巡り会えていないっていう方だとしたら、愛情、そこを求めている、本当の愛情ってどこにあるんだろうとか、そうですね、自分が今さすらいの状況で、これからその愛について、その愛し愛されるような存在の人と巡り会えたらいいなって、そのために自分が動いていこうとか、ね、どうせ見つからないって思ってる、でも心の中で期待してるとかね、そう、テーマは愛です。すでにパートナーや好きなお相手がいらっしゃる方っていうのは、やっぱりこのお相手との愛情のバランスっていうところで、まあ、喧嘩してしまった方もいるかもしれないんですよね。いや、そうじゃないよっていうふうに、お互いがフェアじゃないよっていうふうにね、相手の言い分を今までこう聞いてきたっていう方もいるかもしれないですね。それで、いや、違うって自分の心の中では叫び声を、悲鳴を上げている。お相手に対して、好きだからいろいろと条件飲んできたけど、本当はそれ釣り合ってないんじゃないかって自分の中で感じていて、ちょっと矛盾してるかもしれないんですけど、だけど好きだからこの人の言うことっていうのをやっぱり叶えてあげたいとか助けてあげたいって思っちゃうし、どっかでねバランス崩れてるなって思って、不安だって思っていたとしても、やっぱり愛する気持ちっていうのは変わらないから、この人と一緒にやっていきたいんだっていうふうに思っている方もいると思う。強い愛情を持ってお相手とこれからやっていきたいんだっていうね、そんな方もいるだろうし、または今そこに対してね、こう測っていて、いや本当はね、こ
このお相手じゃないのかなとか、自分は本当に自分のことを大事にしてくれて、自分が大事だって思ってくれてる人、そっちを探した方がいいのか、このお相手なのか違うのかどうなんだろう、わからない、不安とかね、そういうことが強く入ってきます。でもね、これ以上一人ぼっちにはなりたくないとか、苦しい思いをしたくないんだとか、こう自分らしくいたいというよりは、愛情を傾けて育んでいける環境づくりをしていきたい、誰かと共に歩んでいきたい、愛し愛されたい、好きな人に愛されたい、自分が愛した分だけお相手からも愛してほしいとか、そうですね、そんなね、もう自然なお互い持ち合える愛情、思いやりっていうところを強く今あなたが願ってるんじゃないかっていうことが伝わってきます。何かね、ライバルの存在だったりとか、うまく切り替えできない、分かってるんだけど気になっちゃうとか、ね、そのお相手のことを信じきれないとかね、そういうところが出てるんじゃないかなと思うんですね。だからその理由ですよね、なぜこの人はこうだったんだろうとか、なぜ自分はこのためにとか頑張ってきたんだろうとか、生きてるんだろうとか、そういうところを深く今追求してるのが、今の現状のあなたのコンディションっていうところで入ってるのかもしれませんね。そうですね、何かこう自分が一番に愛されたいとか、まあ、だからといってね、お相手に他に好きな人がいるとかいないとかではないんですけど、こう自分の中でいろいろ考えちゃうんですよね、頭の中で。現実そうはなっていないんだけど、もしかしてこうなんじゃないかとか、いろいろと今考えすぎているような状態なのかもしれません。ただ一心に愛情を受けられればそれで十分なんだけどなっていうところですね。でも何かいろいろと考えてしまったり、物事を見てしまったり、お相手との関係性においてこれはフェアじゃないなっていうふうに出てきてるんですね。それをうまく持ち直したい、自分の気持ちの問題だっていうのは分かってるんだけど、なかなかリセットできないとか、気持ち切り替えられないっていうところと、これから長い目で見た時に一生この人と寄り添って生きていくためにはどうしたらいいんだろうっていうところを考えている方もいるかもしれないです。カードからのメッセージとしては、今あなたがどんな未来を選ぶのか、そのなぜこうなんだろうとか、なぜここはこうだったんだろうとか、何のためにとか、何かこう理由っていうのを求めているのであれば、そこに対して答えを出す時なんじゃないかっていうのが入ってきています。なんか全てね、自分が不利だっていうふうに思う必要ないんじゃないかって、あなたが願っているのは回復すること、バランスを整えることだから、お相手とのこの調和だったり、自分自身がいつも健やかでいられるように、健康でいられるように、そんなね、愛情に満ちた生活を望んでいらっしゃると思う。そのためにどうすればいいのかっていう答えを今出すとき、明確にするとき、自分の未来を明確にするとき、答えを出すというか、そうですね、未来をクリアにするときだから、順序を踏んでいくこと、まず自分がどうなりたいのかとか、どうしたいのか、どうされたいのか、何が欲しいのかっていうところを明確にすることと、これがクリアになったら、じゃあどうしていこうかなっていうところに目を向けていくことができるので、まず自分の本当の気持ちっていうところをクリアにしてくださいっていうのがカードからのメッセージです。そしてこのカードが最終的に伝えたいことっていうのが、ここですね、その自分一人で決めることなくね、そしてこうやっぱりバランスかな、やっぱり愛情がテーマとして入ってきてるので、これはこの自分の生活に大きく関わってくる方もいるかも。本当にこの結婚とか同棲とか、好きなお相手と生活を共にする、お財布を2人で一緒にするとか、まとめるっていう方もいるかもしれなくて、生活共にするんだったら不安材料があるなとかね、そこについてあなたが今考えていることもあるんだと思います。愛情だけで全て物事はクリアしていけるんだろうか、他に何かね、問題点があるんじゃないかとか、何を取って何を優先させていこうかなっていうこと自体が今クリアになっていない。だけどモヤモヤしていることはあるし、自分が本当はどうされたいのかっていうふうに思っていることも出てきているから、そこにまず目を向けて、まず呼吸、一呼吸置いて、
そうですね、自分の気持ちをまとめていきましょう。その後にどうすればいいのかっていうのは、そのお相手ないし自分が求めていることに対してサポート、自分一人だけではなくて周りと協力してここは作り上げていく、生活は自分一人では成り立っていきませんっていうのが入ってきています。なのでその愛を求めているというよりは、好きなお相手がいて、この方とのこの釣り合いバランスとか、公平なのか公平じゃないのかとか、なぜとかね、そういうところを今重点的に捉えている方が多いのかなと思いました。パートナーがいらっしゃらなくて今好きな人求めていますっていう方だとしたら、やはりその愛情っていうところについて、自分がこの一生をかけて愛し愛される関係っていうところを求めていくっていうのがね入ってきています。2番さんはもうここはもう愛情っていうのが入ってきていますね。そしてここですね、満足感っていうカードが入ってるんですね。もう十分満たされてますよっていうこと。そしてやっぱりこのバランスなんですよね。たくさんたくさん全部食べちゃったらお腹パンパンになってお腹苦しくなっちゃう。で、腹八分目がちょうどいいっていう言葉も聞きますね。その通りで、腹八分目、このあたりにしておいた方がちょうどお互いうまくいくんですよっていうメッセージですね。あなた自身もいいでしょうって。だから自分一人では乗り越えられなかったことが、誰かと一緒に過ごすことによって乗り越えられるし、逆に自分が勢い止められなかった、自分一人じゃ制御できなかったことを誰かが止めてくれるのかもしれない。その誰かと手を取り合って歩んでいく、この生き方、生活っていうところがここね、大きなテーマとして今あなたに伝えたいことだよって入ってきています。多くを求めすぎない、バランスを取る。で、求めなさすぎて少なすぎてもダメだし、腹8分目ぐらいでちょうどいいんだよって、 100% じゃない 80% ぐらいが、お互いね、お互い 80% ぐらいがちょうどいいんだよってことを、このカードが伝えてきてくれてるのかもしれません。ここの2枚ですね。好きなお相手と共に生活していくためには、お互い腹8分目でいける、やっぱりこのバランスかなっていうところで、かなりこのあなたが今バランスだったり理由とか、自分にとって何がしたいのかっていうところにすごく大きな意識が向いているような状態で、うまくリセットできない、切り替えられないっていうのが入ってきています。本当の望みっていうのももうすでに出てきているし、そう、もし時間がかかったりとか忍耐が必要って言われたとしても、一度決めたらあなたは、覚悟が決まったらね、やっていける力持ってるので、あとはそのいつ覚悟を決めるのかどうかとか、そう、覚悟を決める前にクリアにすることをクリアにしていくのかっていうところなんじゃないかなっていうカードからのメッセージが入っていました。では最後にね、好転アドバイスということでオラクルカード、そしてルノルマンから、アドバイスカードもらっていこうと思います。まずオラクルカードですね。はい、いいですね。新しい始まり、そしてルノルマンからももらっていきます。これからの好転メッセージですね。そしてあとはですね、ラッキーカラーをもらっていきましょう。まあ、意識して取り入れるといいでしょうっていうカード、ラッキーカラーですね。そして、ブリリアンス、光沢の色。まずそうですね、新しい世界を作り出す新しい始まり。そしてブックのカードですね。ブックはそうですね、真実を明らかにする時なのではないかなと思いますね。あなたの中でモヤモヤしてることとか、先ほどもお伝えした通り、何をクリアにするのかっていうところについて追求していく。必要であれば情報を仕入れてもいいでしょう。今その自分の中で足りないものがあれば補充していって、そこで何をクリアにしていくのか、そこが明確になれば、このあと新しい始まりとか新しい世界っていうところの扉をあなたは開くことになるでしょう。まずはね、クリアにすること。そして先ほどジャンピングで出てきたチャンスをつかむっていうカードも出てきているので、突然やってくるかもしれない。何かひらめきとか
タイミングによってあなたの気持ちがリセットされるというかクリアになっていく思考考え方、なんでなんだろうって思ってることについて決着がつく時がやってくるんじゃないかなというふうにもね感じます。これからチャンスが訪れるでしょう。今までこう苦しかったなとか違うんじゃないかな、わからないなって思っていたこと、テーマは愛です。愛についてどうなんだろうと思っていることについてより明確な答えやチャンスがやってくる。このことによってあなたがこれから先どうしたらいいのかなっていうふうに自分がどう進みたいとかどうしたいっていうことがより明確になって、このお相手と共に歩んでいくとか自分一人じゃないんだっていうことに気がつくような流れになっていくと思います。はい、そしてあとはこちらのラッキーカラーですね、光沢色ブリリアンスのカラーが入っています。なので光る色なんですね。光の色、光の色と聞いて今思い浮かぶ色を身につけてください。ではこちらのカードからメッセージをもらっていきます。自分の輝きを発見するというメッセージが入っています。光沢は変化と変容をもたらします。心機一転、出直したいとき、何か新しいことを始めるときに用いるといいでしょう。光沢はあらゆる健康状態に対して高い癒し効果を発揮します。恐れや不安を取り除くにも大いに役立ってくれるでしょう。心が重く憂鬱な時は光沢を用いてあなたのキラキラとした本来の力を取り戻しましょう。あなたの輝きを発見するために体と魂を浄化しましょう。はい、この光沢からのメッセージ、そして最後に背中を押してもらえるような一言メッセージ、こちらカード2枚もらっていきましょう。光沢、そうですね、水、キラキラした水に触れるっていうのもいいでしょうし、あなたにとってキラキラしたものを身につけるとか取り入れていくのもいいと思います。はい、光沢のカラーですね。そしてこれもね、両手を広げて光に向かって手を差し伸べている2枚のカードが入っています。この輝き、光っていうのを取り入れていきましょう。例えば部屋の照明を変えてみるとか、キャンドルを灯してみる、または日光浴をしたりとか、星の光を感じることもおすすめだと思います。ではこちらね、メッセージをもらっていきましょう。背中を押してもらいましょう。今日という日に愛を捧げましょう。愛の姿勢で日々取り組んでいくと人生がどれほど素晴らしくなるかということに気がつくことができます。そしてあなたはインナーチャイルド、心の中の自分を育むんです。そう、育むね、育てるっていう、ペンタクル、クイーンやエンプレスのカードが入っているので、あなたが新しい出来事の誕生を待ちわびていたり、新しい扉を開けること、新しい世界に踏み出すことだったりね、あとはそれらを受け入れて育んでいくことっていうのを望んでいるのかなっていうのも強く感じたんです。それはそのお相手との新しい世界の扉を開いて、そのお相手と新しい愛情の始まりっていうのを経験したいっていうふうに、そのようにもね感じますし、あなたの中で誕生させたい何かがあるんじゃないかなというのも感じました。そしてインナーチャイルド、心の中の自分を愛することは自分の純真な気持ち、純真さを思い出させてくれ、どれほど命が自分を愛しているかを気づかせてくれます。自分の内側にいる自分自身に対して尋ねましょう。今日は何をしてほしいですか？尋ねてください。今日は何をしてほしい、自分が自分に何をしてほしいのか、またはね、そのあなたのパートナー、お相手かもしれない、お相手にあなたが何をしてほしいのか、何があなたが今求めているのか尋ねてみましょう、というね、その愛についてのカードとインナーチャイルドのカードが入ってきました。自分の内側を見つめるとき、そしてお選びいただいたこちらのアリーヤのカード、エンジェルですね。このアーティストのカードなんですけど、アリーヤっていうアーティストさんは、これはその名前がね、最高の存在という意味があるそうなんです。はい、そしてカードの意味としては天使からのガイド、守護、そしてアドバイス、そう、なんか導きのようなメッセージですね。天からのメッセージ、それを受け取ってくださいっていうメッセージですね。自分が最高の存在だっていうことを常に思っていてください。そしてあなたは守られています。
少し不思議な話になるかもしれませんが、目に見えない出来事、ラッキーチャンスって人々は呼ぶかもしれません。そのチャンスにあなたは恵まれる時が今やってこようとしています。なので今思考をクリアにして、受け取りやすい状況にして、状態にしておいてくださいっていうメッセージなんですね。うん、自分の思考がクリアになっていればよりキャッチしやすくなるでしょう。何かしら天からのガイド、メッセージが現れてくる。それはインスピレーションかもしれないし、夢のお告げとか、あと何かあなたがピピッとこう受け取るようなものがあるかもしれないですね。何かこうひらめきのような形で受け取るものをしっかり受け取って、これから先の未来に生かしていってくださいっていうチャンスを表すカードです。はい、ぜひこちらもお受け取りください。今回は今のあなたへ伝えたいカードからのメッセージというのをテーマにお届けしました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今のあなたへ伝えたいこと、カードからのメッセージをお届けしていきます。よろしくお願いします。早速、オラクルカード、ルノヌマンカードを使って、今あなたの状況、コンディションを見ていきます。その後にタロットカードを使ってカードからのメッセージ、そしてオラクルカードやカラーカードを使ってラッキーカラーなどを出していこうと思います。はい、まず1枚ね、出していきましょう。ノーというカードですね。待ってください。どうか今はね、落ち着いて待ちましょう。衝撃が走っているようなこと、怒り、恐れ、不安、それらのことに対してあなたが今拒絶していたり、受け入れられないようなことがあるのかもしれません。ノーというカードが出ました。ノルマンからももらっていきます。今考えていることを一回停止させて、一回動きを止めてね、じっくり考えましょう。または、ちょっと待ってくださいね。これは一回しまっていきます。または、今何かを始めようとするのであれば、それは、の、一回止まって始めるのを待ちましょうかもしれませんね。もう少しね、見ていきましょう。ただね、の、違いますよだけではなくて、いろんな意味がここ入ってきていますので、何に対して脳なのか、月のカードですね。もう一枚もらっていきましょう。あ、指輪と月。はい、今契約事をする時ではない、または踏み出すとするのであれば、一回立ち止まって考えてみましょう。もう少し深く見ていきましょう。それはそのあなたの中で、ほんの些細なことかもしれないし、大きなね、契約事だって思っている方と分かれていくと思います。その物事の重要さっていうのは人によって変わってくるかもしれない。例えば、お相手にちょっと連絡してみようかなって思っていた方もいたかもしれないし、あ、なんかこうデートの誘いしていい返事もらえたらいいなっていうふうに思っている方もいれば、もっと大きな意味でまさしくプロポーズを考えているっていう方もいるかもしれない。これは何も恋愛に限ったことではなくて、大きな重要な約束とかね、そういうことも表しています。ただこの月のカードがね、隣に入ってきていますから、ロマンチックな出来事、人との約束、自分の夢を叶えるためにっていうこともね、含まれてくるかもしれません。もう少しタロットから見ていきます。はい、それではタロットカードを、そして深掘りでシャドウキャットのカードを出していって、ここから見ていきましょう。まず焦らないでいきましょうっていうのが一番伝えたいことだよっていうふうに入ってきます。そう、そこノーも入ってるので、このノーっていうのもね、焦らないで待ってっていうことなので、
いやしかしこの焦らなきゃいけないような出来事が今起きているのじゃないかなっていうのも感じるんですね。噴火、雷っていうところで何かの衝撃とか出来事、突然やってきて逃れたい、なんとか回避したい、回復させたい、立ち直りたい、逃げたい、はい、対処したいっていうことかな。なんかこう焦っているっていうのが入ってくるんですね。なんとかしなきゃっていうふうに思っていて、今の現状を打破しなきゃっていうのを感じますね。でプラス加えてここのルノルマンも出てるので、誰かと約束していること、または結婚デートっていうのに該当する方もいるかもしれないし、契約ですね、お仕事の契約かもしれない、ちょっと決めるの待ってねとかだと思います。契約だとしたら、そしてあなたが誰かに向かって何か言いたいことがあるとか、決めたいことがある、約束を取り付けたいとか、守りたいっていうことですね。守りたい、そうですね、とても今急いでいるっていうのが入ってきます。急いで何とか解決させたいことがあるとか、自分の立場を守りたい、お相手もしくは自分周りの状況を何とかしたくて守っていきたいものがあるっていうのが入ってます。だから私は急いでるんですって、急いで何とかしようと思ってます、落ち着かせようと思ってます、現状回復させようと思っていますとかね、それが入ってきます。そのことに対して時間をかけるとか、チャンスを伺う、何が何でも自分がこう乗り越えていきたいんだとか、早急に対処しなきゃとかっていうのがね入ってくるんですね。あなたにとってはすごく大事なことだから、自分の中ですごく大事なことだし、何とかしたい、何とかしてでも走って駆け抜けて逃れていかなきゃって、もう目にもくれない、こんなことから逃げていきたい、逃れたい、守りたいっていうのが入ってくるんですね。もし好きなお相手がいらっしゃる方、好きなお相手とのことで見ている方は、お相手と自分の仲とか関係を守りたくて今必死に何とかしようとしてますとか、そういう方もいるかもしれないし、恋愛だけじゃなくてあなたの今の生活そのもので、あなた自身が今急いで何とかしなきゃって思っていることがあるんじゃないかな。願望を実現化させるために自分で行動に移さなきゃ、今のままじゃダメだ、またはそうならざるを得ないような状況になっている、突然の出来事がやってきた、噴火、雷やってきて、これは何とかしなきゃいけないぞっていうふうに自分の中でね、こう明るみに出る前に今のうちから対処しておきたいとか、もうすでに明るみに出ちゃって、わ、慌てて何とかしなきゃっていうふうにね、もう冷静な自分じゃいられない、バランスがうまく取れないっていうね、慌ててるようなイメージが入ってきます。そして何かから必死に守ろうとして怒っている、威嚇していたり逃げていたり、何かと動きがありますよね。なので、今とても活発に動いているっていうのは共通して入っているんですけど、そこに対しては待ってね、タイミングを見てねっていうことが出てきていますね。ではポイント見ていきましょう。そのまず自分の利益のためだけに動かないことっていうのがポイント。そしてこれから先決断するときが必ずやってくるし、チャンスがやってくるから、決めるべきときに決めていきましょうって、それは今ではない、今すぐじゃない、じゃあいつなのっていうのもね、ちゃんと見ていきましょう。ポイントは自分一人で動かないこと、誰かを必要としていくこと、契約のカードも入ってるので、自分一人では契約や約束事は交わすことはできません。必ず誰かがいます。お仕事、夢、目標だとしても、その契約先ですね、取引先や契約する側とのバランスの問題や、自分一人で進めていかないことっていうのがポイントとして入ってきています。今これから仕事辞めて転職して、新しく自分で独立してね、仕事していきたいんだっていう方だとしても、自分の目先の利益のためだけに今行動に起こすべき時ではありません。じっくりと作戦を練って、そして叱るべきタイミングで動いていきましょうっていうメッセージです。ちゃんと決めることができるから、まずどうでしょう、今でもそんなこと言ってなれないよっていうようなね、状況下にいるのかもしれないですね。ここはタロットカードを1枚使って、そうですね、
恋愛というより、まあ、恋愛って見てる方もねいらっしゃると思うんですけど、夢目標とか自分でやりたいことがあるとか目標を定めているっていう方がいそうな気がします。そんなにねその恋愛色が強い並びではないんですね。だからといって恋愛が当てはまらないわけではないんですね。もっと大まかな意味であなたに届けたいこと、大きな範囲でね届けたいこととして今テーマ取り上げてますから、恋愛をテーマにしてるわけではないんですね。あ、カップの2番ですね。心のつながりやパートナーシップっていうのが、このカップの2番の意味合いです。ということはそうですね、恋愛色も強くなってきました。もしくはやっぱり契約、物事を進めていきたい、転職して新しい仕事先に就きたいとか、そうですね、契約、他には新しいお誘いがあってそれに乗るか乗らないかで考えていたり、自分の中で事業を起こそうと思っている、自分の才能を生かせる場所を求めている。じゃあ今どういうことが起きているのかな、何か緊急性があるのか、周りの揉め事に巻き込まれたくない、そこから抜け出していきたい、周りのことでもう一枚、ソードの4番、状況を変えたいんですね。変えたいか、まあ、今の環境的にあまり好ましくないっていうのが入ってます。自分の中で、あなたの中でね、突発的なことかもしれないし、前々から抱えていたことかもしれません。自分の中でもう対応しきれないよっていうのが入ってきています。だから逃げたいとか、急いで何とかしなきゃとか、そうですね、人間関係かもしれないし、誰かを怒らせちゃったとか、あともうこれ以上ここにいても自分の力が発揮できないなとかね、限度を感じていたり、爆発的に自分の中で堪忍袋の緒が切れたかのように、もう限界だっていう風にね、もうここからもう自分は違うところに行くんだっていう風になっている方、怒りが収まらないとか、悲しみ怒りっていうのが出てるかなと思います。満足じゃないんだ、今の状況環境満足じゃなくて、何とかしたい、突発的な出来事かもしれないし、前々から抱えていたものがある日突然爆発したっていうのが入ってくるし、そうですね、まあ奥底見ていくと、誰かとのつながり、約束ごと、人と人とのつながり、自分と契約先の関係っていうのが入ってますね。バランスがとにかくうまくいかないんだっていうところで、あと自分に必要なのはタイムマネジメント、時間管理と、あとタイミングがうまくやってくれば乗り切れるんじゃないかっていう、一か八かにかけているっていう方もいるかもしれない。それで今いろいろと調整しようとしてるんだけど、大きな出来事に起こすのは、大きな物事を決断するのはもう少し待ちましょう。タイミングがやってくるので、その時に飛び乗っていきましょう。今落ち着いて物事を対処していくとか、自分自身の気持ちを落ち着かせてから物事に取り組んでいくと、先はチャンスっていうのが必ずやってくるので、その時に乗っていきましょう。今じゃあ何をすればいいのってところで、ルノルマンから1枚もらっていきましょうか。ルノルマンから、じゃあ今の私って何から取り掛かっていけばいいのっていうことで、形にするのはもう少し先ですよっていうのが入ってくるんですね。アンカー、怒りのカード、まず私何をすればいいの、まず落ち着きましょうっていうのが入ってきますね。固い信頼、約束っていうところで、ここに引っかかる方がいらっしゃるんじゃないかな。誰かからひどくこう裏切りのようなね行為を受けたから、すごくもう腹立たしいとか、あとはライバルのような存在とかね、敵対している人とか、この人にだけは死なれたくないような秘密が漏れちゃったとか、または頼っていた人が
頼りないっていうふうに思えるような出来事があった、急に物事が動き出して嫌な方にね動き出していって、今パニックだとか今の現状満足いかない、環境に納得がいかないっていうのが入ってきます。これは愛情面だけではなくていろんなことに関わってくると思います。まずはしっかりと落ち着いて自分の心を安定させていきましょう。怒りは船をとどまらせるもの、固定させるものなので、心にしっかりと怒りを持ってね、心を沈めるとか落ち着かせるとか、しっかりと自分の芯を持つことっていうのをまず一番最初にやっていきましょう。ということで、物事が動き出すタイミングをもらっていきたい。それは一体いつなんですかっていうことで、どんなタイミングなのかっていうのをまずもらっていきましょう。これはシャドーキャットのカードからもらっていきます。このカード数字も入ってるので、このカードだけ数字拾っていきます。まず数字としては19と22、フォローユー、ついていく、あなたについていくよ。はい、まずね、数字は19と22で、どんなタイミングかって言ったら、自分で物事を筆頭となって動かしていくんじゃなくて、あなたがついていきたい誰かとか、ついていきたい流れになったらとか、身を任せられるようになったらとかね、物事のバランスがうまく取れるようになったら、自分の気持ちのバランスや環境もね、なんとかしたいなっていうふうに思ってることもあると思うんだけど、そうですね、今焦っていても、今はね焦らない、今まずまだ焦らないでっていうのが入ってくるので、いやでも焦りたくなりますよね。突発的な何かとか、苦しいことやびっくりするようなことが起きた時に、もうどうしようもないってぐらい怒りとか悲しみで溢れた時って、もう急いででもなんとかもうしようみたいなこと出てくると思うんですけど、いやまず落ち着いてって、ね、あなたが行動に起こすのはもう少し先であって、そして決して自分の利益のためだけに動いてはいけません。目先のことだけで物事を動かしてはいけない。周りとのバランスも十分あなたは考えてきました。じゃああと何を考えればいいのって言ったら、時間、自分の肉体、体のバランス、健康的であること、健康的な生活を送れているかどうか、そしてあなたの生活が潤っているのかどうか。今多分そうではないと思う。どこかで満足がいかないっていう気持ちがふつふつと湧いてきていて、物事がというか、周りとうまくいかない、もしくは周りの人たちに対してなんか思うところがある、自分の心を乱すような人がいるとか、前からこう積もり積もって今爆発したとか、そういう方もいると思います。まず冷静になって物事を捉え、そしてその対象となる人との距離がいい具合に取れた時とか、あとあなたの生活が穏やかになった時、あと心、体、健康状態が良くなった時、時間に余裕ができた時に物事はうまく流れていくだろう。その時にチャンスがやってきます。このチャンスはその時に飛び乗っていくんです。今はまだ動かない方がいい。そして構想を練るに練って、そして現実化していく、行動に実際に動いていくのは、この距離感がうまく取れるとき、心と体の距離感とか周りとの距離感、バランスがうまく取れたときに動きましょう。で、数字、具体的な数字は19と22です。そしてこちらもね、もらっていきましょう。これとあとラッキーカラーですね。こちらのカードね、ちょっとね、トーンのカードともね似てますね。雷が出てきていて、建物が崩壊する、その崩壊するのを恐れてはいけませんっていうメッセージなんですね。そんなに恐れることない、そこにしがみつく必要はないよって。この塔が壊れてしまったら、その先は、失礼しました、一枚前ますね。この先は美しい花畑、お花がね広がっています。違う世界がこの向こうにあるんです。あなたは今手放すものを手放していかなければいけない。その手放すっていうのはネガティブな思いかもしれないし、もうすでにあなたにとっては必要のないような環境、出来事、または建物、ですね、あと環境、今いる場所、仕事場、
今自分の生活の大部分を占めている場所や、あなたがずっと手放せなくてイライラしている気持ち、イライラする対象のもの、それらをそこにしがみつく必要がなくて、それをもう壊しちゃってもいいんだって、壊すことを恐れなかったりしていいんだって、かなりこのね、イカズチっていうのがかなりこう出てきてるので、何かに対してあなたが強く否定したいとか、違うとか、そんな気持ちっていうのが出てきているのかなと思います。そしてそこにもうこだわらなくていいんだよっていうメッセージが入ってきているのと、そしてあなたにはあなたの後ろをね、追いかけてきてくれる人がいる、だからそれを待ってからね、味方をつけてから動いてもいいだろうし、これから先その人望があなたに集まっていくんですよね。誰かと仲違いしてしまって許せない、悔しいとかっていう気持ちを今あったとしても、その後でね、あなたのことを応援してくれる人や、ついてきてくれる人、あなたを支持してくれる人っていうのが残るから、壊すもの壊してしまっても、新しい世界や壊してようやく気がつくことができる。あ、自分ってこういうことにイライラしていたんだとか、バランスが取れなかった原因からようやく離れることができて、やっと自分の心のありかとかね、落ち着きっていうのを取り戻すことができたとか、よかったって、壊してもよかったんだっていうこと。壊しちゃいけないのは自分の心の芯とか、心の揺れているものを落ち着かせていくことですね。ここは揺らさないように、そうじゃないところで今壊す時がやってきてるんじゃないかな。ただ壊すべきタイミングっていうのはこれからやってくるから、今ではない。今はまず急がないで感情を落ち着かせてっていうカードが入っています。ではラッキーカード、ラッキーカラーですね、もらっていきましょう。ラベンダー、心と体と魂をつなげるというね、このラベンダーの色をラッキーカラーとして取り入れてください。そしてこちらのラベンダーからメッセージをもらっていきます。この色は直感力を鋭くし、リーダーシップを引き出してくれる不思議な色です。あなたの体と心と魂のつながりを深めてくれます。ラベンダーはまた免疫機能を高め、ヒーリングのプロセスをサポートしてくれます。このラベンダーの色の光の糸で天と地をつなげましょう。今、あなた自身の心、体、魂をつなげる必要があります。バラバラになっているのかもしれないですね。落ち着きを取り戻していきましょう。まあ、ラベンダーっていうとね、リラックス効果が一番有名だと思います。ラベンダーのアロマを焚いたりとか、またはこの色を取り入れることで心に落ち着きを取り戻していきましょう。そしてあとは背中を押してくれるメッセージももらっていきましょう。ね、ざわついているよっていうのが出てきていました。そのイカズチとかね、噴火とかのカードが出ていたので、かなり心の中や状況がざわついていることがあるんじゃないかなと思いました。そしてそのざわついてることっていうのは契約とか、中にはね、この恋愛っていう場合もあるんですけど、今回このカップの2番は恋愛だけではなくて、本当にあなたの心と体のつながりだったり、心から信頼している恋愛ではないお相手、職場の方とか親友とかね、かもしれないし、そうですね、まあ、恋愛に当てはまる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、対人とかね、誰かとのつながり、契約、約束事っていうことで読み解いています。ではこちらからメッセージをもらっていきましょう。まずね、あなたを愛しています。命はあなたを愛しています。自分を愛することで、その生活そのものが成り立っていくでしょう。そして命は、生命は私たちみんなを愛しています。鏡に映った自分を見ながら息を吸い込み、こう言ってみましょう。命は私を愛している。息を吐きながら笑顔になりましょう。これを10回繰り返します。はい、おまじないのようなイメージですね。すべて、まあ、環境とかね、世界は私に味方してくれている、私は愛されている。呼吸するかのように愛を吸い込み、愛を吐き出していきましょう。吐き出すと同時に笑顔になる。つまり、誰かにね、笑顔を見せるっていうのがヒントなのかもしれません。
そしてあなたは自分自身を育む、そう、自分自身を育む、そして自分を愛してくれる食べ物だけ今日は食べると決めましょう。自分にとって何が一番いいのかは自分がよく知っているはずです。はい、好きなもの食べましょう。今日はごちそう、好きなもの、そして気分転換をしましょう。そして心に栄養を、体に栄養を与えてあげてください。そんなメッセージです。そしてお選びいただいたこちらのカードですね、メーガン・ジー・スタリオン、これはプライドというメッセージです。ここは勇気、大胆さというワードが含まれています。自分自身に自信、誇りを持って、そして自分の、あなたのね、心の中から光を放っていくんです。自信と強さ、そして誇りがあればあなたという魅力は輝くんです。はい、そんなメッセージですね。ぜひここはね、自分自身に勇気を、そして大胆さを持っていきましょう。ただ動くのは、感情的に動くのはここではなくてもう少し後、はい、タイミングとなる時もお伝えしましたので、ぜひ押さえていってください。今回は今のあなたへ伝えたいこと、カードからのメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。今のあなたへ伝えたいこと、カードからのメッセージとしてお届けしていきました。今回は幅広く撮っています。ジャンルフリーで見ていますので、夢、目標、お仕事、生き方、恋愛とか、人、見ている方それぞれによって変わってくると思いますが、今自分が何をテーマにしてこのリーディングをご覧になったのかっていうことに当てはめてご覧になっていただけたらなと思います。では今回は共通メッセージをもらっていきます。こちらのライフラブズユーカード、こちらのオラクルカードからメッセージをもらっていこうと思います。今回は2枚もらっていて、皆さんへお届けしていこうと思います。今のあなたの背中を押してくれるメッセージとしてお受け取りください。シャッフルしていきます。はい、こちらの2枚からもらっていきます。助けを求めても大丈夫。はい、助けを求めてください。自分一人ではできないと怖がっているのであれば、そうしなくてもいいというサインかもしれません。自分一人ではできないんじゃないかと不安に思っているのであれば、一人でやらなくてもいいよというサインかもしれない。自分一人でやろうとするの、頑張るのをやめると助けが現れるでしょう。無理して自分自身で何とかしようって思いすぎなくてもいいですよ。そしてクリエイティブ、私には創造性がある、作り出していける、新しく生み出していく力があります。あなたのユニークな才能を尊重しましょう。今日、創造性を表現できる3つの方法を考えてみましょう。アイディアを3つ出してみましょうっていうことですね。何をテーマにしてアイディアを出しても構いません。今やりたいことでもいいし、食べたいことでも、食べたいものでもいいしね、今自分がこれ優先したいものとか、見たいもの、見たい映画とかでもいいですし、今パッと思い浮かぶこととか、あとそのクリエイティブのカードだから、発想力とか、あの才能とかについてだけではなくて、自分がやってみたい仕事でもいいしね、想像、頭の中でね、膨らませてアイディアを出していくことでもいいですね。なんか楽しいことを3つ考えてみてもいいかもしれないですよね。好きな色でもいいし、好きな景色でもいいと思います。今こう自分の気持ちが明るくなれるような、想像していてドキドキワクワクエキサイティングなことを考えてもいいかもしれません。これもね、気分転換になるのかなと思いました。そしてやっぱり頑張りすぎてる人が多いのかな、頑張りすぎている方が多いのかなとも思います。はい、一人で頑張りすぎなくてもいいですよっていうメッセージも入っていました。
今回は今のあなたへ伝えたいことをテーマに見ています。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。